いや、しまった。同じことじゃない。洗剤忘れていた。髪に入れたんだった。はい、暗くなったからもう見えない。煽ってんのか。え、じゃあふざけていいや。よし、行こう。真っ暗だけど、これから家族でラーメンを食べに行きます。うちの行きたいとこだよね。一旦 CM でーす。新しくできましたね、一風堂さん。チャーシュー白丸ね、うん、これ卵白丸かな。チャーシュー白丸の型、うん、卵白白丸かな、うん、本家はチャーシュー白丸決まったよ。早っ。餃子とかいらない。すいません、卵白丸を卵固めで、卵白丸麺固めで2つ、チャーシュー白丸を麺固めで2つ、はい、ラーメンはその4つで、あと博多一口餃子を1皿、それから生ビール、はい、お願いします。あ、今日お誕生日今日お誕生日は松田に出たけどシネマライズ食べなさい。替え玉2つ固めで。固めで。
あとコーラ一つ。コーラ。コーラ。はい。ありがとうございます。これがな、普通一つと片目を一つ。はい。はい。ダッフンダみたいになっちゃった。だってね、リサートで宇宙カメラが、それはやばい、それはやばい、それはやばい、3年分なんだよ、それはやばい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 。サマハン気になるんだろうな。顔。お餃子を食べ？ゴンチ。餃子を食べ？食べちゃったね。食べ過ぎた。ガチで。ガチガチガチ。それが最後だよね。ガチでガチで。それはやばい。はい。それは。これはやばい。ビリビリしてる。響いてきた。美味しかったね。マジで？それの確かに確かに。それはやばい。合わない。
はい、ここでお知らせがございます。来たる10月16、17日松本住宅公園で私大西雄一郎がプロデュースする信州満腹マルシェを開催いたします。当日はですね、ワークショップ、それから農産物の販売、地元グルメのキッチンカーも大集合、ガンズくんスライダーなんかも来ますので、ぜひご家族皆さんで遊びに来てください。当日は私がライブ配信しながら練り歩きますので、ぜひ会いに来てください。松本住宅公園で10月16日、17日お待ちしてます。